国道195起点山口県山口市、岡谷交差点国道1 9十号終点付近、国道二号高梁交差点山口県下関市、国道1 9十号は、山口県山口市から同県宇部市を経由して、同県山陽小野田市に至る、一般国道である。山口県宇部市農町山口市から、宇部市を経由して、山陽小野田市に至る区間で山越えとなっている旧、 山陽道沿いを通過する国道2号及び9号に、対し、同区間で国道2号及び9号の海側を通過し、沿岸の各地域を結ぶ延長 43.6km の一般国道である、人口の多い宇部市の中心部を通過することもあって、山口県内でも有数の交通量を誇る路線であり、中でも宇部市、藤山交差点と琴川大橋の交通量は、 山口県トップである。山口市小郡アジス間で、山口県道212号山口アジス宇部線が、山口市宇部市間で、山口宇部道路及び、宇部湾岸道路が、宇部市山陽の出し間で、山陽自動車道宇部下関線がそれぞれ、並走しており、国道190号の機能を保管している。一般国道の路線を指定する政令に基づく、点び、経過は次の通り、 山口県宇部市松山町2丁目3車線以上の車線数を持つ区間はであり、蒸気以外の区間ではほぼ全線が2車線である。アジスバイパス、山口県山口市アジスバイパスとして建設された、原動区間いずれの区間も急動は、国道の指定を外れ、バイパス路線が原動となっている。一般的な道路地図などにおいて、以下のバイパス名が記載されることは少ない。なお、 宇部市東藤曲り二丁目西かじ返し1丁目間の四車線道路、宇部市道北こと芝鍋倉町線は、かつて国道195バイパスとして一部の道路地図に記載されていたこともあるが、この道路は宇部市都市計画道路柳瀬丸川地線として都市計画決定されており、これまで宇部市が事業主体となって整備を行ってきた。将来的には、 宇部市測定6丁目付近で原道と接続する計画となっており、原道を短絡するルートとなることから実質的には国道190号のバイパス道路であるが、名称の通り、宇部市が管理する宇部市道であり、国道190号ではない。宇部市の中心市街地を通過する区間において、以下の通称がある。橋梁、編集山口県山陽の出し、 ハブ国道490号との分岐山口県宇部市、松山町一丁目山口市宇部市山陽大のだし、ありがとうございます。